やっていきます。学校の階段、学校の階段4ね。テケテケが出てくるよ。これもうラストは引き、こしたんだけ残しておきたいからな。あー、こしたんだ、こしたんだ、俺かなんかこいつ怖いな。マジさん、これ頼む。俺、私の名前は福田玲子、1年 G 組に在籍してます。私の話す話は水泳部の話。ヒコ君と泳げる？ああ、俺は泳げへんな。犬かき、ふーん、泳げないんだ。じゃあプールなんて嫌いかな。私は大好きだけれどね、私のお姉さんも好きなんだよ。実はね、私のお姉さんってこの学校の先輩なんだけど、7つ年上、それで女子水泳部だったの。男子女子分かれてるからね。だから私この話を知ってるんだよ。お姉さんがいた頃ね、ものすごい選手がいたんだってさ。彼女が泳ぐとお魚みたいだってみんな噂したんだって。それほど泳ぎが得意だったわけ。彼女が泳ぐとね、水が嬉しそうに波打つんだってさ。みんな見惚れたんだって。本当に水が喜んでるわけじゃないよ。ただね、そう見えてもおかしくないほど彼女の泳ぎは華麗だったのよ。お、彼女の名前は瀬戸優子さん。何がお前さん、おい嬉しそうな顔してんの。瀬戸さんはね、お魚の生まれ変わりだって言ってもみんな信じたよ。そんな瀬戸さんだったけどね、事故で死んじゃったの。あ、お、ある日泳いでいる時に心臓麻痺を起こしちゃってね。デスノートじゃん。やばいね。やば。みんな驚いて助けに行った時はもう手遅れだったの。怖いでしょ。やばいな俺。猿も木から落ちるって言うけど、まさか瀬戸さんが水死するなんて誰も思っていなかった。だから彼女が死んだなんて誰も信じられなかったの。それからならね、変なことが起きるようになったのは。ねえねえ、どんな変なことが起きたと思う？え？さんちゃん、さんちゃんちゃん、びしょびしょ。そうなのよ。誰もいないはずの物質で誰かが使った形跡があるようになったんだって。物質をきれいに片付けておくでしょ。するとね、次の日物質が水浸しになっているの。壁とかにも水滴がついていて、まるで誰かが水をまいているようになっているの。みんな当然のように噂したわ。きっと瀬戸さんの霊がいるんだろうって。瀬戸さんが水泳部のことを忘れられないで化けて出てくるんだろうなって。しかもね、彼女の使っていたロッカーを使った子が全然読ませへんやん。え？泳いでいて突然足をつったら溺れたり。瀬戸さんのロッカーを使った子に限って起きるんだって。それでね、その人たちに話を聞くとみんな口を揃えて言うんだってさ。泳いでいたら突然誰かに足を引っ張られたって。え？きっと瀬戸さんだよ。瀬戸さんが寂しくてさ、友達を欲しがってるんだよ。だから自分と同じロッカーを使う子の足を引っ張るんだと思うよ。仲良しになれると思ってさ。足を引っ張られた子は気持ち悪いからすぐロッカーを取り替えるでしょ。最初のうちはね、面白がってそのロッカーを使おうとする子も結構いたんだって。だって女子水泳部のエースだって瀬戸さんのロッカーでしょ。そのロッカーを使った子はきっと泳ぎが上手くなるはずだって変な噂が流行ったんだよね。でもあまりに変なことが起きるでしょ。それで結果的に誰も使わなくなっちゃったわけ。別に泳ぎが上手くなるわけでもなかったしね。当たり前だよね、そんなの。でさ、そのロッカーってね、使用禁止になっちゃったの。動かすのも気味悪いし、触るのも嫌でしょ。それでさ、その噂に尾ひれがついて、今では瀬戸さんのロッカーを開いただけで不幸になるなんて言われるようになっちゃったの。いわば開かずのロッカーってわけよ。怖いよね。その話を知ってて水泳部に入りたいなんていう人の気持ち、私わかんないな。でもさ、そのロッカーってちょっと興味あるよね。ない？そうね。実を言うとさ、私も興味あるの。でもね、誰も興味ないって言うんだよ。私ね、興味ある人を探してたの。だってさ、本当に呪われたロッカーがあるかどうか確かめたいじゃん。ね、これから一緒に確かめに行こう。まあ行くやろ、ここはもう。そうそう、ドアは度胸だもんね。行くっけないよ。大丈夫、物質の鍵なんて、針金で開いちゃうもん。私ね、こういうの得意なんだ。なんでやねん。もうスリやろ、内緒だよ。いや、もうバレてもどうだな。さあ、入るわよ。今日はね、部活のない日だから、誰もいないって。うわー、びしょびしょだね。みんなきちんと片付けないのかな。それともこれが瀬戸さんの呪いだったりして。わあ、ロッカーたくさんあるわね。確か右側の方は瀬戸さんのロッカーで聞いたんだけど、はっきりした場所はわからないもんな。一応右側のロッカーは8つあるわね。どれかわからないから片っ端から開けてみようか。開けると何が起きるんだろうね。もしかして瀬戸さんのボールが出てきたりして。今の女子水泳部では絶対に開けるなって言われてるらしいから、きっと誰かが開けてとんでもないことが起きたんだよ。でも被告は大丈夫でしょ。覚悟はいいやね。ねえ、どれを開けてみる？うわ、めっちゃ選択肢あるやん。はあ、一番左。ここには何もないわね。福沢さんは僕が指し示したロッカーを開けるとほっとしたような表情を見せた。ロッカーの中には個人の荷物が入っていた。水中メガネなんちゃら。
広瀬さんが使っていたロッカーに今何が入っているんだろう。使用禁止になっているということだから何も入っていないんだろうか。ヒョウ君、何考え込んでるの。福沢さんが僕の顔を覗き込んできた。ねえ、次はどのロッカー開ける。全部もう右やって、一番右。なんで6番目やの。いやだ、もうドキドキしちゃうよ。福沢さんがロッカーを開けるとき、あー、中には濡れたタオルが入っていた。まあ、まさかこれ瀬戸さんの霊が使ったタオルじゃないよね。彼女は震える声で言った。ほら、さっき言ったじゃない、使った覚えがなくても物質が水浸しになってたりするって。これが瀬戸さんの仕業。確かに濡れタオルをロッカーに入れっぱなしにする部員がいるとは思えないが、どうしよう。もしこれが若造のロッカーだったら、いやだ、もう怖い。福沢さんはキャーキャー言っている。怖いと言いながらもなんだか楽しそうだ。なめとはよこいつ。ねえヒコ君、次はどのロッカー開ける。こっちは右。このロッカー開けるの。福沢さんはいきなり前をひしかめた。このロッカーなんだか臭い匂いがするよね。僕は思わず後ずさる。私もこのロッカー怪しいんだってさっきから思ったの。そっか、やっぱりここ開けるのね。福沢さんはしばらくつむいていた。やっぱり開かずのロッカー探しなんてしない方がいいんじゃないだろうか。福沢さん、僕はもうやめようと言おうとした時、ヒコ君、ちょっと開けてよ。彼女は恐ろしいことを言った。もう僕が躊躇していると福沢さんはギロッと睨んできた。ほら早く。彼女に促されしぶしぶロッカーを開けると、ロッカーの中に雑巾が入っていた。臭い匂いはこれだったんだ。そして雑巾の下からネズミが、いや、福沢さんは僕の陰に隠れてしまった。ちょっと生意気っぽい子だけど、こういうところは可愛いかも。大丈夫、ただのネズミだよ。僕はそう言うと率先して次のロッカーを開けようとした。ほら、他のロッカーを見てみようよ。さあ、どれを開けようか。僕はロッカーを開けると、何もない。そこには何もなかった。いやだ、何もないよ。福沢さんはまだ怖がっている。ちょっと脅かしてやれ。もしかしたらこれが開かずのロッカーかもね。だって使用禁止のロッカーには何も入っていないものだろう。怖っ。いやだ、もうヒコ君、彼女は泣きそうになってしまった。ちょっといじめすぎたかな。ごめん、嘘だよ。これは呪いのロッカーなんかじゃないと思うよ。呪いのロッカー自体誰かの作り話かもしれないし、ハイドが他のロッカーを開けて別に戻ろうよ。福田さんは小さくなってこう言った。本当に呪いのロッカーなんてあるのかな。そうだな、本当のところはどうなんだろう。さあ次はどのロッカーを開けようか。もう順番にあと4つ。いやー、福田さん大声叫んだ。いやー、でどうしたというんだろう。ロッカーの中に特に恐れるものは入っていないのに、もしかして彼女に見えるのか。僕の目には映らない霊か何かが。福田さん、どうしたんだ。僕がそう叫ぶと、冗談よ。驚いた。さっき驚かしてくれた仕返しを。福田さんコロコロと笑った。まったく疲れるな。次のロッカーをさっさと開けよう。コロコロと笑って、何なんコロコロと笑って。コロコロコミック見ながら笑ったことじゃ。ロッカーに入っていたのは上着やノートブラシや鏡だった。しかしこんな調子で次々でロッカーを開けてしまっていいんだろうか。女子水泳の別室に無断で忍び込みロッカーを開ける、こんなこと許されるんだろうか。問題だよな。だってロッカーにはもろに私物が入ってるし、なんでだって女子水泳の別室だし、なんだかな。ねえ、ヒコ君、別室に忍び込んだことは新聞に載せないでよ。福沢さんも僕と同じことを考えていたようだ。だったらロッカーを見ようなんて言わなければよかった。さあ残る2つだ。ここまで来たら最後まで開けるしかない。次はどちらを開けようか。僕は思わず叫んでいた。福沢さんがバタンとロッカーの扉を閉めた。そして僕もまじまじと見つめながら震える声でつぶやいた。今の見たよね。そして僕に動揺を止めた。僕はうなずいた。そしてもう一度ロッカーに目を向けた。ロッカーは静かにそこにある。他のロッカーと変わらぬようにただ普通を装っている。本当にこの中に今見た恐ろしいものがいるんだろうか。ねえ、もう一度開けてみる。突然福沢さんが恐ろしいことを聞いてきた。今この中にいたものを見たはずなのにもう一度見たいだなんて。でももしもう一度開けたらどうなるんだろう。どうする。開けるしかない。よし、もう一度開けてみよう。僕はそう言い扉に手をかけた。うわっ、扉が固くなっているとロッカーは鍵がかかっているのにびくともしなかった。ヒコ君、演技はいいから。福沢さんが前を仕留めた。でも演技なんかじゃない、本当にロッカー開けなくなっていた。もういいわ、私が開ける。福沢さんが手を出してきた。そして僕たち二人の手で扉が半開きになった。しかし開いたのは一瞬だけ。内側にいる何かがロッカーをバタンと閉めてしまったからだ。うわっ、 やだ。ヒコ君、僕たちは顔を見合わせた。今の何、確かに誰かがいた。ロッカーの中に何かが。とにかく物質に戻ろう。今の呪いのロッカーだとしても僕たちが自分のロッカーとして使ったわけじゃないからきっと大丈夫だよ。ほら、ツッサのロッカーを開けただけで不幸になるなんて噂に尾がついただけのことだろう。だからきっと大丈夫だ。僕はそう言うと福田さんは力なく笑った。
新聞戻ろう。そして6人目の話聞くんだ。ここまで来たらもう引き裂かれない。僕たちは黙って歩いた。最後一つロッカー残っとったよね、うん、新聞部戻るとこもつ空気が僕たちを迎えた。僕は一呼吸してから6人目の話を聞くことにした。今度はどんな話が僕を待っているんだろうか。ん、やばいやさっきの謎や。ほう、謎やったな。あ、ほんま酔ったパターンゲマサ、うーどんな、いや、お前もなっとんだけど。いや、俺演技やで。演技じゃんならへんやん。マサ後ろ、お前のけぞって戻ってん。俺あんのけぞってはないからマサが横おるから、あいつ力すごいから後ろおるだけこうやってのけぞっとる。絶対じゃん、何もしてへんから、マサキ別に。マサがさっきな、いつもさ、カメラこんなんすと思う。俺どうや、持たなかった、パーティーが持たなかった、ほんまさ、なっとってやん、ほんまに。こうやって、あーみたいなっとってん。ジェットコースターの、お前、あれ、落ちてるみたいに、あーみたいなっとってん。ほんま。アホみたいに。ありがとうございました。ありがとうございました。